一緒に写真を撮りに行く？同行してくれて感謝する。大部隊は後ろで控えている。交渉が順調にいけば、ダンが隊を率いて下層部に来ることになっているんだ。ダンは非常に優秀な士官だから、誠実で誰かに媚びたりはしない。シルバーメインの模範となる人物だ。君、まさか彼のことを忘れたのか？彼は前にシルバーメインキンクで君と姉さんにボコボコ、ああいや、制圧され、長い間気を失い、その後、やっと目を覚ましたんだ。あの時彼と戦ったのは、君たちにやむを得ない事情があったからだと理解している。それに、彼は大怪我をしていなかった。その点からも、
君たちが手加減をしたことは見て取れる。それは最良の結果と言えるだろう。気に病む必要ない。この後遅延のボスと交渉を行う。今日の中で最も重要な予定だ。姉さんは諸事情で少し遅れたが支障はない。出発しよう。待って、信頼できない人間だと思われるのは心外なんだけど。姉さんは普段から時間にルーズだが、今回は特別な理由があったから責めるのはよそ。長い間両親に会っていなかったんだ。少しでも多く話せたならよかった。そんなに話せてないよ。あんただってわかるでしょ。父さんと話すと腹が立ってくる。概ね理解した。だが今は怒りを収めてほしい。出発の時間だ。話し合いの場所はボルダータウンにある診療所だ。僕と姉さんにとっては初めて訪れる場所だから、君に道案内を頼みたい。下層部の様子は僕の記憶と少し違うな。なんだか見てる人の視線があまり友好的じゃないような。おお、見てみろ。この小さな診療所でこんな光景を見ることになるとはな。またお会いしましたね、オレグさん。そんなにかしこまらなくていい。ああ、お前はまだ知らないんだったな。先日、守護者の就任式の時に少し話をしたから、一応顔見知りなんだ。しかし、こちらのお嬢さんは？私は、元技術部の技師で、ジェパートの実の姉なんだ。よろしく、ボス。一気に賑やかになったな。悪くない。ちょうどお前もいることだし、話し合いが終わったら一緒に飯でもどうだ。今までちゃんともてなせていなかったことをナターシャもずっと気にかけていたんだ。至極光栄です。しかしおっしゃる通り、先に話し合いを行いましょう。ここは人の行き来があって話し合いに向かない。診療所の中で話そう。ナターシャも待っているしな。兄弟だったの。若いのに優秀なのね。さすがベロブルグの受衛官だ。下層部の面々がシルバーメインを非難することを考慮し、開拓者の人望でそれを和らげようと考えたんだな。その通りです。ブローニャ様は終始そのことを気にかけていらっしゃいました。隔絶されていた年月の中で下層部の人々がシルバーメインに対して大いに不満を貯めてきたのは分かっています。大守護者様の名のもと突然下層部を管理下に置こうとすれば必ず反感を買うでしょう。本当にいい分析だな。その若さで受衛官になれたのも納得だ。つまり受衛官さんはこの機会に遅延を懐柔することで下層部でのシルバーメインの印象を良くしたいと考えているのね。はい。聞こえのいい言葉を使わなければ、私たちの目的はまさにその通りです。じゃあ、いくつか質問をさせてもらうわ。もし遅延が下層部を十数年もの間放置してきた君たちに力を貸すつもりはないって言ったらどうするのかしら。力ずくで私たちを屈服させるの？うわ、バッチバチだね。楽しんでるの。先代の大守護者様の独善的な策は
上層部と下層部の断絶を招きました。その結果、本来一心同体であったはずのベロブルクの人々は互いに疑念と恨みを抱くようになってしまっています。ブローニャ様はその断絶を修復し、シルバーメインに対する信望を新たに確立したいと考えておられます。しかし、それは私たちが横暴な方法で下層部を奪い返すという意味ではありません。民間組織である遅延は下層部の秩序を十数年にわたって維持されてきた。それは決して容易なことではなかったはずです。皆さんが下層部の安定のために注いだ心血は常人の想像を超えるものであったと思います。シルバーメインは決して功績や権力を奪いに来たわけではありません。お二人に保証します。すぐに下層部の住民の信頼を得られなくとも、まずは遅延の助けとなり、下層部の安定の維持に協力したいと考えています。私たちは信頼を再構築し、一致団結を成し遂げ、安定したベロブルグを再建するために行動しているのです。ジェパードにこんな一面があったなんて。私ってば全然あいつのことを知らないんだね。いい回答ね。オレグ、どう思う？試すのはここまでにしよう。答えは明白だ。俺たちの目的は一致している。一致団結し、安定したベロブルグを再建する。この兄弟にブローニャのお嬢ちゃんがいれば、おとぎ話で終わらずに済みそうだ。分かったわ。ブローニャに伝えてちょうだい。遅延は治安業務の引き継ぎのために全力で連携するわ。ただ下層部の複雑な状況を考慮して、予想外の出来事に対する準備を。モンスターが烈海のモンスターだ。烈海のモンスターが町に向かってきてる。まずい、トラブルが起きたようだ。ナタシャ、お前はここに残って病人の看病をしろ。外の騒ぎは俺たちに任せるんだ。ええ、下層部の安全はみんなに任せるわね。みんな外に飛び出していった。状況を見に行こう。みんなお願いだ、俺の仲間を助けてくれ。モンスターが校区に侵入したんだ。お願いだ、俺の仲間を助けてくれ。じゃないとあいつらモンスターたちに殺されてしまう。慌てなくてもいい。我々シルバーメインが必ず下層部の住民の安全を保証する。君たちはどの方向から来たんだ？大国だ。特別でかい鉱脈がある。分かった、心配は不要だ。すぐにシルバーメインを手配して被害に遭った者の捜索と救助を行う。オレグさん、コークでの捜索と救助はシルバーメインにお任せください。ボルダータウンの防衛に関しては遅延にお任せします。前線から帰還した負傷者を受け入れながら後方の安全の確保を行ってください。確かにお前には司令官の素質がある。承知した、任務は完遂しよう。そうだ、お前のところの新兵たちはまだ下層部の地形に詳しくないだろう。遅延からも何人か前線に向かう者を派遣しよう。本当にありがとうございます。オレグさん、孫悟の名のもとに全ての命を救うため尽力するとお約束します。僕は部隊を率いて先に大航空に向かう。二人もできるだけ後に続くように。あの人たちを前にして何も口を挟めなかった。職務を果たす軍人、力の限り戦う民間の戦士、それに比べたら私は全然ロックじゃない。急
急に私の葛藤が幼稚に思えてきたよ。自分がどんな生活を追い求めていたのかもう忘れちゃったよ。ただ他の人が生きることに命を懸けている。それなのに私はここから逃げようとしてるから少し違和感を感じちゃって。あ、まさかジェパードは罪悪感で私を引き止めようとしてるんじゃ。確かに。とにかく弟の頼みにうなずいてここに来たんだから少しは役に立たないと。モンスターたちを思いっきりしびらさせよう。あんたは大航空までの道を知ってるんだよね。準備ができたらジェパードの後を追おう。その言葉を待ってた。行こう。各歩兵に次ぐ陣地を守り歩兵部隊たちの進行方向に対して弾幕による支援を行え。ここの地形は狭い。歩兵部隊は2列編成の陣形を取れ。この絵は前に、狙撃手は後ろに。負傷者の避難を優先しろ。急ぐことは厳禁だ。それを忘れるな。はっ。あ、来てくれたのか。準備をしてくれ。これから歩兵部隊と連携を取りながら航空の深くまで向かう。航空の後方はすでに安全を確保した。前線の支援を十分に行えるだろう。シルバーメインと遅延が臨時で組んだ戦闘部隊は緩やかに進み、怪我人の捜索をしている。事態は緊迫している。僕も前線に向かう。指揮は参謀が引き継ぐ。その軍の指揮には詳しくないんだけど、最高指揮官ともあろうものがそう簡単に前線に突っ込んでいっていいの？今回はシルバーメインキンクの時の状況とは違うでしょ。私と彼女で道を切り開くよ。音、うん、ジェパード、あんたはやっぱり後方にいた方が。心配してくれてありがとう、姉さん。だが僕の判断を信じてほしい。僕はオレグさんに全ての命を救うために尽力すると約束した。言ったことは必ず成し遂げなければならない。あんたは一度決めたらてこでも動かないよね。分かったよ弟。出発しよう。シルバーメインと遅延のために道を切り開く。非戦闘員は速やかに航空の端に退避するんだ。すでにシルバーメインが防衛…烈海のモンスターが向かってきた。どうするジェパード。もちろん倒す。人々の援護を行う。蝶と共に散れ。スタールインファントム。大して強くはない。だが警戒は怠るな。ここはもう安全だ。前に進もう。これ。
に、やっ！蝶と共に散れ、スターレイファントム！うち、今回は足を引っ張ってないでしょ？うち、今回は足を引っ張ってないでしょ？ジェパード、見て！前に甲府の臨時避難場所があるみたい。あなたたちが、シルバーメイン？そうだ。私たちは遅延と協力して戦いに巻き込まれた甲府の救助を行っている。君たちの他に非戦闘員はいるか？シルバーメイと遅延が協力？この先に女の子が走っていったわ。私の兄弟も後を追って行ったけど、まだ戻ってこない。わかった。私たちが彼らを連れ帰ろう。シルバーメインと遅延はすでに橋に防衛線を敷いている。君たちは先にそこに向かい避難するんだ。ありがとう。あの子と私の兄弟をお願い。まずい！モンスターがこっちに来ている！戦闘は私たちに任せるといい。君たちは早く逃げるんだ。わかった。助けてくれてありがとう。蝶と共に散れ、スターレイファントム！クラーレから離れる。おやすみ。隠れろ。助けて、スワローグ！やっ！ベレシコ！蝶と共に散れ、スターレイファントム！このまま進んで子供と甲府を探そう。なんだか少し寒くない？これ！うちのとっておきを食らえ！殲滅開始！はっ！はっ！いや！助けて、スワローグ！蝶と共に散れ、スターレイファントム！ベレシコ！おやすみ。隠れろ。殲滅開始！助けて、スワローグ！うちのとっておきを食らえ！蝶と共に散れ！スターレイファントム！足を引っ張ってないでしょ？子供たちが危険な目に遭っている。早く行こう。蝶
と共に散れ、スターレイファントム。ヤッラールから払えろ。隠れろ。蝶と共に散れ、スターレイファントム。おやすみ。ヤッ、助けてスワローグ。殲滅開始。うちのとっておきをくらえ。君たち、ここは危険すぎる。早くコークの橋に向かうんだ。そこでシルバーメインと支援が保護してくれる。わかった、ありがとう。チノ、お姉ちゃんの手をしっかり掴んで、ここから離れるよ。ここ寒いし怖いよ。モンスターが強くなっている。同じ種類のモンスターでも以前はこれほど強くなかった。間に合ってよかったよ。もう少し遅くなってたら、あの兄弟はどうなってたか。あの少女、とても勇敢で昔の姉さんに似ていた。ん？ないない、確かに父さんも怖かったけど、劣化のモンスターとは比べ物にならないでしょ。それに私が父さんを鬱陶しく思ってるのは、厳しすぎるからって理由じゃない。ただ父さんがカカリアの封鎖令を何も考えずに実行したことが信じられなかったんだ。昨日までは人々を守るって言ってた人が、次の日にはそれを諦めるなんて、何が書くんだ。笑わせるよ。父さんは名のある軍人だ。軍人は命令を過度に理解しようとしてはいけない。いや、この話はやめよう。父さんの肩を持つと姉さんは怒るからな。少なくとも今の僕たちには正しいことをするチャンスがある。腹が立ってきた。家を出たことは本当に正しい判断だったと思うね。問題は逃げるだけでは解決しない。家を離れてから随分経つのに、姉さんは父さんのことになると怒る。それはまだ過去の出来事にできていないからだろう。姉さんの選択に干渉するつもりはない。ただ逃げるための手段にするのではなく、しっかり考えてから決断をしてほしいんだ。私の選択。すまない、姉さんに説教すべきではないな。いや気にしないで。あんたが何を言いたいのかはわかる。本当だよ。ただもう少し時間をかけて考えたいんだ。まずは目先の危機を何とかしよう。さっきの甲府が言うには、彼女の仲間がここにいるんだってね。辺りを探してみる。ああ、気をつけてくれ。周囲の気温が明らかに下がっている。これは異常現象だ。見たことのないモンスターに遭遇するかもしれない。今以上に注意して進もう。手強いモンスターだった。さっきのガキ二人はどうなったんだか。え？劣界のモンスターを倒したの？どちらとも言えないな。はぐれた一匹を追い払っただけだ。お前たちはあっちの方向から来ていたな。誰かに会わなかったか？兄弟でちっこいのとでかいのなんだか。あ、ならよかった。ずいぶんと遠くまで追ったから、二人を置いてけぼりにしたかと思ったぜ。だから君も早くコークの橋に避難してくれ。シルバーメインと遅延で安全な場所を確保している。おお、よかった。あの二人が無事なら
安心して避難できる。でもこの先にいるモンスターはすごく強そうで、まるでボスのようだった。気をつけてくれ。情報を感謝する。十分に用心しよう。前方に強敵がいるようだ。二人とも十分に用心してくれ。あのモンスター、キンクの前線で何度か遭遇したことがある。準備はできたか。行くぞ。待て、距離を取るんだ。この敵何かがおかしい。え、どうしたの。このモンスターは普段はとても攻撃的で、劣化で遭遇すると激しい戦闘は避けられないはずなんだが、目の前にいるこの個体は僕たちを見ても何もしようとしない。何かの罠なのかもしれないな。君、少し落ち着くんだ。特殊な状況だからこそ慎重に。この付近の空気すごく寒い。性格、約束、セーバル。こいつ今喋った。軽率に攻撃をするのはよそ。迎撃する準備をしっかりしてから。この声、ジェパードには聞こえてないの。ジェパード、セーバル、ランドゥ。今セーバルとジェパードの名前を。こいつうるさい。劣界の造物ってこんなにブツブツうるさいの。話している。僕にはめちゃくちゃな雑音にしか。待て、君まさかモンスターの言葉がわかるのか。私たちの名前を。どうして。噂で聞いたことがある。荘厳な人の形をした劣界の幻影は赤日の守護者の意志が凝固した残響だと。噂が本当だとしたら。カカリア、あんたって女は死んだ後も悪影響を残すなんて。今まで起きたことを何とか忘れようとしていたのに、あんたはまた私の前に現れた。カカリア、あんたは大バカ者だ。研究を阻止して生活もぶち壊して、これ以上私から何を奪うつもり。姉さん、落ち着くんだ。あれはただの劣界の幻影に過ぎない。まさか私たちが一緒に過ごした時間は全部偽りだったっていうの。あんたはかっこよく言ったけど、私に説明する義務があるとは思わないわけ。姉さん。ランドゥ、下がれ。約束された新しい世界、貴様らの居場所はない。落ち着くんだ。姉さんがカカリア様に答えを求めているのは分かっている。だが目の前にいるそれはただの敵だ。劣界の中で形成された悪意に過ぎない。そこから答えを得ることは不可能だ。共に戦おう、姉さん。一緒に赤日の幻影を追い払うんだ。姉さんがまだ過去に向き合えないと思うのなら、僕と彼女が代わりに戦おう。姉さんの心のわだかまりが消えるまで。あなたたちは本当にごめん、ジェパード。アド、いつも重要な時にあんたに迷惑をかけてる気がするよ。でもまさかあんたが人に半端をかける術を学んだとは。
そこまで言われたら、かかりありや、私とあんたの過去をここで清算しようじゃないか。正常に戻ってきているようだ。烈海のモンスターも一里一里に逃げている。今回の騒ぎの元凶はかかりや様の幻影にあると考えるのが妥当だろう。これまでに起きた道の異変も同様のはずだ。 何はともあれ、今回の危機は一段落した。君は大丈夫か？確かに。しかし君の戦闘経験が豊富なおかげで、どんな技にも対応できて助かったよ。君がいなかったら幻影との戦いはもっと長引いていただろう。姉さん、大丈夫か？気分はどうだ？なんだか胸の疲れが降りた気がする。それにしてもあいつが消える瞬間すごくうるさかったけど、あんた、なんて言ってたか聞き取れた？そうなんだ。あんたは本当に融通が効かないな、カカリア。でも、どうでもいいや。この先はもう、私とあの女は無関係だからね。今回は、本心からの言葉のようだ。本当に執念を捨てることができたのなら僕も嬉しいよ、姉さん。任務はこれで終わりだが、僕はまだシルバーメインや遅延とともに後処理をする必要がある。二人は先にナターシャさんの診療所に戻って、僕たちが救助した怪我人の様子を確かめてくれ。わかったよ。じゃあまた後で会おう。あんた、ここは弟に任せて、私たちは町に戻ろう。一緒に写真を撮りに行く？なるほど、前線の状況は分かった。
もちろんこっちも休まずにコークから搬送されてきた怪我人の手当てをしていたわ。とにかく今回は本当にお疲れ様。遅延の力だけではこの騒ぎを鎮めるのは困難だったはずよ。ジェパード守衛官のおかげで被害を最小限に抑えることができたわ。今回のことで下層部でのシルバーメインの評価はかなり良くなっているはずよ。もちろん君たちにも感謝しているわ、開拓者、それからセーバルさん。ちょっとそんなかしこまらないで。活躍したのは私以外の二人だよ。私だけだったらコークの中で死んでたかもしれないし。結構大変だったよね。怪我はしてないかしら、セーバルさん。診察は必要？大丈夫だってば。問題もスムーズに解決できたし、あとはジェパードたちが戻ってくるのを待つだけ。ナターシャさん、ただいま戻りました。ん？この声はジェパード？オレグさんもすでにコークの災害の状況を確認してくれました。彼は今町で人員と物資の調達、そして後処理の準備をしているため、しばらく診療所に戻れないとのことです。騒ぎは問題なく解決したようね。ありがとう。もう少し話をしたいけど、まだ手当てが終わってない怪我人たちを見る必要があるの。そういえば診療所に一組の兄弟がいるのだけど、君たちに助けられたって聞いたわよ。時間があるのなら彼らの様子を確認してみるといいわ。ナターシャさんの提案に賛成だ。あの兄弟の様子を見に行こう。いい子だから薬を飲んで。痛くなくなるよ。でも黒い煙が出てるような。あなたたちは大航空で私たちを助けてくれた皆さんが上層部のシルバーメイン様ですよね。皆さんが助けてくれなかったら、おそらく私たち兄弟は今頃何としても恩返しをしますので、すぐに仕事を見つけて、そうすれば。パパとママはずいぶん前にここから離れたところに行ったんだ。遠いからまだ帰ってきてないんだよ。うん、二人はきっとそのうち帰ってくるよ、ジノ。つまりあんたはずっと一人で弟の面倒を見てるってこと？大変だね。そんなことありません。姉として当然のことですから。ただ最近は危ないことが多くて不安になるんです。弟はまだ幼いのに、もし一人で下層部で生きていくということになってしまったら。いえ、そんなこと考えたくはありません。前任の大守護者様の決断は十数年の封鎖を招き多くの悲劇を生んだ。だがブローニャ様の導きのもと、シルバーメインは未だ果たせずにいる責任を背負い秩序を再建する。その時になれば君はもう自分と家族の安全の心配をしなくてもよくなるだろう。ジェパード様、命はとても重い。ましてや君は弟の分まで背負っている。それはきっととても大変だったはずだ。知能だったな。うん、シルバーメインのお兄ちゃん。君はまだ幼いから姉さんの庇護が必要で当然だ。だが君が大きくなったら、姉さんが君のためにしたことを決して忘れずに、自分の力で家族を守る術を学ぶ必要がある。姉さんに頼られる存在になるんだ。もし誰も助けてくれなかったとしても、君たちは少なくともお互いに対して心を開くことができる。分かったよ。僕お姉ちゃんをちゃんと守れるようになる。
ありがとうございます、ジェパード様。チノも私も、今の言葉を心に刻みます。本当に、なんでこんな重たい雰囲気になってるの？今日はここまでにして、二人をちゃんと休ませよ。弟よ、まだ元気はある？少し話がしたいんだ。フック様についていけば間違いない。ジェパード、さっきの話、あんたの本心なの？もちろんだ。それに一時的な考えなんかじゃない。僕がずっと思っていたことだ。人は常に一人だけで問題に向き合って、葛藤を心の中に秘めたままでいるわけにはいかない。他人、少なくとも親しい人に頼ることを学ばないとダメだ。さすがだよ、弟。どういう意味だ？明らかに私に向けた言葉を他人を通して遠回しに言うんだね。私に散々本音を隠してるって言っておきながら、あんただって少しも素直じゃないじゃない。だって僕たちは家族だから。よし、気が変わった。計画変更。私はベロブルグに残る。請求列車には乗らない。姉さん、僕はただ心の重荷を下ろして欲しかっただけで、ここに残れと強要しているわけではないんだ。安心して、弟よ。これはしっかり考えた上で出した結論だから。あ、いや、考えさせられたと言うべきかな。私はここから離れたいと思っていたけど、それは逃げたいという心理から来ていた。それこそ未熟の証なんだと思う。カカリアのことも、家族のいろんなことも、私はいつもややこしい人間関係をうまく処理できずにいた。似たような問題に直面するたび、真っ先に逃げていたんだ。でも今日からはこの癖を直していくつもりだよ。だってもう私一人で問題に向き合う必要はないんだから。そうでしょ？ああ。あんたのおかげで仮想部の人たちの状況も目にすることができたし、突然私にまだできることがあるんじゃないかって、この街に貢献できるんじゃないかって気づいたんだ。ジェパード、それからあんた、最後にもう一つ二人にお願いしたいことがある。ごめんごめん、保証するよ。これで最後だから。私、性格を見に行きたいんだ。カカリアが死んだ場所を見てみたい。わかった、一緒に行こう。お、その前に一度カラクリ工房に戻ってあるものを取ってきたいんだ。あんたは先に行って待っててくれない？大丈夫、弟が一緒だから無事にたどり着けるよ。後で会おう。このデカブツが性格の拘束装置。昔の人は
ここまで複雑な技術を持っていたんだね。そうか。カカリア様はここで亡くなられた。へえ。死に場所を見つけられてよかったじゃないか。ここに来たのは特別ライブをやるため。この歴史的なショーを二人に見届けてほしいんだ。場所があまり良くない上に機材も簡素なのは多めに見てほしい。ステージに上がる時間だ、姉さん。絶対に目をそらすんじゃないよ。なぜなら私はもうあんたの影の中で生きることはしない。どうだ、姉さん。すっきりした。唯一残念なのはあいつの顔が見られないことだよ。本当に残念だ。よし、やるべきことは全部終わった。二人ともありがとう。ずっと付き合ってくれて。今夜はゲーテのところに行って打ち上げパーティーをしよう。だったら姉さんのおごりだな。
申し訳ない。最近仕事が忙しくて、列車の旅が先延ばしになってしまっていたが、ようやく実現できたよ。友達だからこそ、多少なりとも申し訳なく思うんだ。それでどうやって見学すればいい？列車の見学ルートに従って進めばいいのか？わかった。君の言う通りにしよう。列車に招待してもらったこと、とても光栄に思っている。これは本心だ。社交辞令ではない。一緒に写真を撮りに行く？一緒に写真を撮りに行く？
殲滅開始。ベレシコ。へえ。ハズ。いい。やっ。フラールから離れろ。おやすみ。隠れろ。助けてスバローブ。ほんの気持ちよ。気にしないで。兵器かベレシコ。へえ。蝶と共に散れ、スタールインファントム。次、ハッハッ。うちのとっておきを食らえ。排除する。いや、蝶と共に散れ、スタールインファントム。逃がさない。おやすみ。はっはっ。蝶と共に散れ、スタールインファントム。クラールから離れろ。殴ったね。気をつけて。助けてスバローブ。はっはっ。次、蝶と共に散れ、スタールインファントム。はっはっはっ。兵器か、ベレシコ。逃がさない。うちのとっておきを食らえ。